選手方向左辺線尾方向ボーディングブリッジで旅客ターミナルと接続している藤丸はかつて商船三井が所有し日本チャータークルーズ株式会社が運航していたクルーズ客船。日本のクルーズ客船の講師として1988年に三菱重工業神戸造船所で浸水、翌1989年の4月に就航した。 就航時、日本席で最大の客船であった。日本の船らしく、展望台浴場が設置され、これはその後の日本席、クルーズ客船の標準となっている。当初は主に、レジャークルーズに使われていたが、2002年に運航が、日本チャータークルーズに引き継がれて、以後は、自治体、企業、団体向けのチャータークルーズが中心である。内閣府主催の、世界青年の船。 東南アジア青年の船事業でも本船が使用された。2012年10月、2013年6月の引退が発表され、6月30日から7月1日のクルーズを最後に引退した。引退後、三井造船由良工場や常石造船で経流されており、12月10日にパナマのミラクルーズに売却され、ミラーアイに改名された。ミラクルーズは日本法人、 ミラクルーズジャパンを設立して、高齢者向けの療養客船としての営業を予定していたが、後に、セオル号沈没事故以降船舶の安全基準が高くなったことなどから事業化が困難になったとして、事業化を断念。その後は、常石造船、常石工場で継戦が続き、2018年7月には、平成30年7月西日本豪雨の被災者向けの、 臨時避難所としての活用が検討されたが、実現には至らなかった。2019年1月、5年間経流された、広島県福山市の常石造船を離れ、中国へ開港され、2021年にスクラップとなった。レジャークルーズの増加に合わせ、パブリックスペースを大幅に増加させ、研修、展示船としての使用も想定し、一般クルーズで400名、 団体クルーズで600名ほどの収容力とした。全長は多数の港への寄港を可能とし航天時の乗り心地を考慮した全長165メートル、喫水6.55メートル、速力は公開速力20ノットで12から13ノットの低速運行も考慮された。外観は側面に富士山をモチーフとした大型煙突とストラットを設け、 幽霊で斬新な形とした。最終回想は2005年2月である。ありがとうございます。